鼻のアウトラインを一生懸命追いすぎて重たい鼻になることないですか？ちょっとした工夫で絵が変わります。お元気ですか？スタジオ羽根です。本日は鼻の描き方一緒に勉強していきましょう。線を使って描く練習です。崩した線で描かれた絵にもルールがある。ディフォルメのポイント、今回は鼻の特徴基本表現表というのを作ってまいりました。私表大好きです。一つ目、大きな形状を描き表す。例えばコスモス、マーガレットといった形は中心からパラボラアンテナのようにこういう状態に伸びていきます。この大きな形状、これを使ってこういうふうに大きな動きを作っていきます。ちなみにこのように描くことで花びらそれぞれがどの方向に向いているのかを簡単に描くことができます。正面、裏が見えている感じにします。いろんな方向に描けるといいですね。バラのようなものでも基本はこの形です。くる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 、この中にそれぞれくるくるっと巻いてある部分がこういう形に花開いてまいります。2番、部分的に花びらの形状を描き表す。花びら一枚一枚を正確に描くのではなくて、必要なところをしっかりピンポイントに形を作るというところです。花びらの形状、ここと、ここ、ここもらって、ここもらって、あとは、勢いを書いていってみましょうか。こんな感じですね。アジサイの場合も中心のところと見やすいところに花びらの形を作っておきます。こんな感じですね。ひまわりを描くときはこれも1番で使ったようにパラボラアンテナのように中心があって、それから広がっていく、そのイメージはしっかり作っておきましょう。花びらが見えやすいところにしっかり形を作った後はアウトラインだけで表したりしましょう。こっちは一枚一枚、こっちは固めて書いてあります。固めて書くというところは一枚一枚が見えにくい角度になっているということを表します。ちょっと斜めからというところです。ここは塊で書きます。塊終了。バラも中心のところに折り重なっている花びらを描いて、広がっていくにつれて線と線をくっつけて一枚一枚ではなく固めて描いておきます。全部に入れても構わないんですけれども、こうして線を減らすことによってこの後塗った時に色の印象をきっちり見る側に伝えることができます。線の数減らします。そして部分的に花びらの形状は書き記しておきます。3番、歯の形状も書き表す。というところで、良くないのが、こういう感じ。もしくは、細い、太い、どちらにしても、端から端まで同じような線で囲ってしまうと、こんな感じになってしまいます。線を、ギザギザしているなら、
ギザギザと止めて、光が当たっていない方向、太陽がこっちから当たっているとこちらが暗くなりますので、暗くなるところに濃い葉脈を書き入れていきます。こちらは光が当たるので少し薄くしておきます。こんな感じ、もしくはこんな感じ。落ち葉、枯葉などは欠けているところなどはポイントになるので、しっかりそういう仕草は書いておこうと思います。最後4番、絵の中で花が軽やかに見えるように線のメリハリを作るというところです。バーラ部分入れる、バーラ部分固めて表現する、こんな感じで歯を少し暗めにして花瓶とかを強い線で描いて、で少しでも花自体が軽やかに見えるように描いてみました。部分的には描かなかったり、でも一つ一つの大きな塊はしっかりと伝わるようにして、葉っぱはそれぞれの個性に合わせた形しっかり描いて、そして全体的にメリハリをつける。するとペンでの表現がここまで面白くすることができます。ペンで書くので、細かい部分を点点点点点みたいに入れたり、花瓶の影も少し点々の点描画のように入れていっても面白いかもしれません。ぜひ皆さんも試してみてください。はい、今の要領でちょっとペン入れをしてみました。太いところと細いところ、そして花一つ一つも花びらを描く部分と全体的なアウトラインで取っていくところ作ってます。ペンはブラウンセピアという色を使いました。にじみを使って濃いところと薄いところを作っていってます。あまり範囲内を塗ろうとするのではなくて、範囲からはみ出している部分も作っていってます。赤と青と黄色三原色を混ぜていってます。画面の上で混ぜていきます。はい、できました。アウトラインを踊る花のような気持ちでどん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 描いていきました。花々が生き生きと走り回っているような、そんな線を使って、そして色、鮮やかな色をのせていきました。挿絵、こんな感じで描くと良さそうですね。皆さんもぜひお家で試してみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは、奈良にある絵画専門空間、スタジオ&ギャラリー羽根が母体となって配信しております。
ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は、再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど、近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて、YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや、基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方は、ぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。